待ってろ、スワナたち。だから、スワナは一個しかねえんだっちゅうの。スワナは複数いるんじゃなくて、そこに生息する G たちが複数いるんですから。ねえ、毎回毎回そういう言い間違いをしょうもないことでね、いっぱいして、仕腐ってね、デーン、デーン、デーンって。なんかボタンが一回反応しなかった。音ずれして、うわ、そっか、こいつら始末してから前回、おー、気持ちいい。いいね。さて、どっちから来る？青いグレンちゃん。右にいたね。まあ、作業着を着てるグレンということでね。うん。まあ、何かしらの今からね、お仕事をされるんでしょうけど、その前にね、ちょっと仮眠の時間を取っていただかないといけないので、おやすみなさい。股間、股間。ビシ。生きてるよね、そりゃね。おはようございます。でし。この、なんか、うん、いや、よろしくない。例えばちょっと今浮かんでしまったから何も言えないことですけどさ、この、肉ハムソーセージ、おはようございます。はい。あ？完全にやる格好してんじゃん、こいつ。やばい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 。クレーンゲームみたいになってる、クレーンゲームになってる。アームが強すぎるクレーンゲームみたいになってる。いや、ちょっと待って、グレーンを抱えてどこ行くの？あはー、なんかこう、見てはいけないような交尾交わり方をしてるような気がするけど、まあそんなことは気にしないで組み合わせておこうか。はい。ちょっとね、マジでね、食われてしまった。あー、そっか。どうしよっかな、まあいっか。いや、組み付かれた時にナイフでボーンとかだったら、あれじゃ、ナイフでグシューだったらね、あんまり G 効かなくってね、そこはもったいないなっていう気がしたんだけど、まあ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 、これでなんとか乗り越えていくことができるっしょ、多分ね。さてさて。じゃあこの、最深部近く深く潜り込んでまいりましょうか。じゃあここをね、航路線でキュキュッと開けてね、赤ワイン、白ワイン。どちらかって赤ワインかな。1998年のね、もう24年ものだからね。この時点ではもう見えないんだよね。こっからロケランとかぶっ壊してさ、敵がフシューっつってさ、ニュル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 ってなって出てきてたら面白いんだけどね。じゃあ、下へ参ります。せっせっせっせ。で、水をちょこちょこちょこ、あ、そっか、ここにまだね、いるんだよね、こう、裏辺だけに出てくるっていうね、敵キャラちゃんがいるんでね、はい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 、ちょ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 、フォースが乱れすぎ、フォース乱れすぎ、全然当たってない。あらら、この中でザポンと入ってこられたらめんどくせえんだけどね、いなくなるからね、はい。オッケー、じゃあもう大丈夫、ブシュ、ブシュ、オッケー、大丈夫そうですね、オッケー、オッケー。じゃあ、グリーンハーブ。オッケー、グリーンハーブゲット。何が起きたんだ？まったく。そう、何かが起きたんです。生まれポンチ、イカレポンチ。で、ここにシュッといるから、ポキッ、ドゥーン。オッケー、あ、こいつはすぐ倒せるタイプのやつだな。目玉があっちこっちで。こいつに腕を振らすといい。へっ、へっ。抜け出せ。あ、いける。あ、これでいけるんだな。やっぱ、どっか前回とかもそうね、やっときゃよかったな。しまったな。後ろでドーンっていけるから、こいつには刺す。で、逃げる。OK。後ろのじいちゃんがね、じいちゃんって言い方があるか。じいちゃん、じい、なんて言ったらいいんだ。まあでも、じい。あ、でも、生体だから、ちゃんではないのか。じいくん？じいくむんど？なんか、そんなキャラいたよね。あ、ナイフ回収できた。穴に穴を、穴に弾をぶち込むっていうね。ソーシャルウェポン。ソーシャルウェポン？じゃ、リーガルウェポンだ。なんでソーシャルウェポン？こっちは、あ、裏辺は裏辺でぶち殺しといたらそれでセーフっていう感じになるのか。オッケーオッケー。じゃあ、落として、うい。引き返ってくる？まあでも今ね、君ね、そっから出ることできないからね。まあとりあえず、ね、ハメハメしとこうか。はい。ハメハメしとこうか。言い方も変だけどね。よし、よし、へい。もうでも、大丈夫そうかな。まあ、あの高さから落ちた時点でね、脊髄のなんぼか損傷するっしょ。うん、脊髄のなんぼかって言い方変だ。脊髄がなんぼか損傷はしてるはず。じゃあ、このまま降りていって、で、ここで、カチャコンで、
教育しかじゃん。なんかすごい語彙力がバカしすぎて、とりあえずこいつを取って組み合わせ OK。で、こいつ、だってね、表辺じゃこいついなかったわけだからね。うん。で、まあ、打って、とりあえず全身脱毛しといた方がいいかな。脱毛というよりも 全身をなんかもうすべて出して、ああ、力つけたな、多分、ね、なんか急に左腕が盛り上がってきたからね。よし、じゃあ、これでクイーンをハメハメして、で、パコンと。こいつ生きてんのかな？まあいいや、無視しよう。まあ生きてないでしょうね。で、これ回収し、じゃあ、まあいいや、どうでもいいや。はい。じゃあ、降ります。で、もう一回向かってって、で、命の綱、火炎放射器。命中率100威力95。このタイプには欠かせない最強のアイテム。OK。で、もう一回カシャコンと取ってしまって、戻ります。で、ここもカシャコンと取っておいて、で、ここにクイーンをハメハメすると。いいよね、クイーンをハメハメっていうなんか響きね。これ、そうか。しまったら、隣り合わせになるようにアイテム設置しとけばよかったな。なんか右と左手、なんか分かれて、よくわかんないことにして。よし、じゃあこのまま戻っていきましょう。OK。で、帰りのな、配置がどうなってるかなんだよな。これナイフ、まあでもナイフ刺したところ、大して見ないから、あれでナイフ刺すじゃん。仮に捕まってさ。で、また戻りますってなるじゃん。戻りますってなって、もう、普通に捕まれるからね。で、この下は特になんかあるわけじゃないんだよな。OK。で、これよりもさらに下があるってことなんだよな。OK。じゃあちょっとできる。沈んでいきます。OK。出てこんな。やっぱ出てきたよね。あ、なんか嫌な予感がする。すっげえ嫌な予感がする。ですよね。くっす。うら。プレゼント for you。あーでもこっちかー、でも捕まるよなー、またですよね。あーもうこれも捕まって食らった方がいいと思ったけど間違えておっしゃった。もういいや、爆発は青春で、あれあれあれ向かってこいや、あれおらわしが相手になってるわいな、おら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 ぐちゅったらぐちゅぐちゅしたるわ、おらおら、ああ、大切なところをぐちゅ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 書き渡して、日本語が喋れてない。書き乱してあげるわって言おうとしたんだけどね。なんかよくわかんない。書き上げって言っちゃった。書き上げとも言ってないんだけどね。よし、じゃあ登って、ほいほいほい。とりあえずそこのね、皮を剥いてあげる。皮を剥いて、クリ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 してあげるからさ。はいはいはい。めっちゃ引っかかってんな。OK。とりあえず表面が出てきて。ああ、さよなら。三角、また来て四角。とりあえずはもういいか。じゃあ、もうこのまま戻りましょう。一旦ね。よいしょ。そしたら、まあちょっとキリいいところなんで、無事ね、クイーンとワイルドアットキング手に入れることができたから、まあまあまあ、おいりゃ危ねえ。うるあと こいつも目玉飛び出てレーシック済みやないか。ほんならアイシェールしたるわ。おらおら。で、まあ、次回ね、ちょっとルークを回収して、まあ、元のところに戻ろうかなと思います。でも、とりあえずこいつをアイシェールして、もう視力矯正をね、してあげないといけないというくらいね、ちょっと頭も視力もいかれきってしまってるんで、まあ、そこら辺はね、お任せください。これめっちゃ引っかかってんな。こんなことありやったっけ？目玉って硬くない？もうちょっとこうね、素直にお亡くなりになっていただけたらと思うんですけど。ちょっと害虫駆除したいんだけどな。あー、ダメか。潜っていっちゃう。あ、違う、食らってたか。オッケーオッケーオッケー。よし、倒す。もうそろそろ。まだいける？だってもう45発くらいぶち込んでってるけど。それで、あー、無理かー。ごめんなさい。諦めてください。残念でした。また来てね。はい。もう出てこないからね。仕方ないよね。じゃあ戻ります。植え付けられたゾンビッチ。ゾンビッチってなんかゾンビがピッチみたいな。一個一個はしょうもないこと言ってんじゃないわよ。さあ戻るわよ。戻ってセーブして次回パートルークで駆け巡っていきましょうよ。本当に
か、でもタイラントも出てこないし、警察署を駆け巡ってもいいのか、それはそれで面白いかもしれないよね。まあ実際どうなるかってところはちょっとよくわかんないけど、はい。まあ、あの次回パートでね、またちょっといろいろと、まあ、次の、サクサクっと進めていきたいというふうに思いますので、ぜひね、あのチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援をしていただけたらと思います。とりあえずしばらくこれじゃ使わないから預けておいて、で、先にも次回行きやすいようにこう必要なところハメ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 しておきます。ハメハメハーとハメハメハーハメ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 ハーケイ。じゃあね、あのこの辺りでね、セーブして終わりにしておきたいと思います。なんかアイテムは大丈夫かな？緊急回避アイテムだけ持っとく。あ、そうだね。戻るところにあいつ出てくるかもしれないからね。だからあいつ出てくるかもしれないじゃん。あいつが出てくるんだよ。出てくるから、ちょっと持っとかないといけないね。OK。じゃあね、本日もね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ライオンスタチューは預けたところで終わりにしたいと思います。以上でした。お疲れ様でした。バイバイ。